放題始まりました、むちゃチャンネルです。さあですね、まあ、サムネを見てね、びっくりした方も多いかと思うんですけども、どなたかっていうと、はい、元アイドル、まあ、今もアイドル一応やってるんですけど、一応やってる、フリーでやってるソロアイドルの春増こと水木遥です。はい、もう所属してないの？してないですね、今事務所にも。はい、もうほぼ入ってないみたいなもん。ほぼ入ってないみたいなもん、はい、なるほど。春増さんが、はい、まあ、サムネだと結婚したみたいな。はい、結婚しましたですけどですね、今回ですね、春増さんがで、あ、まあ、そもそもだって俺らも今来てるしね、うんうんうん、はい、このあ、これなんですね。そうですよ、知らなかった。ちょっと字見えるようにこれです、ね、そうそれです、はい、森鉄パーカーですね、これね、森鉄パーカー、はい、全然知らずに来てました知らずに来てた、知らずに来てました、知らずに来てたんです。そうですね、はい、森鉄パーカー、灰色、グレーとブラックがあって、はい、このチャックが開くバージョンと開かないバージョンがあるんですけども、はい、今回ですね、ヴィレッジヴァンガードさんですよ、ヴィレヴァンですね、うんうんうん、とのコラボで森鉄グッズができました、はい、もうこの辺でも再生されてないですから、うんうんうん、みんなもうやめちゃってるかもしれないですけど、でその時に、まあ、グッズ作る時絵なきゃいけないって言って、そうですね、その絵を描いてもらいました、はい、そうです、私絵も描けるんです、はい、普段ねメンバーシップやってる方はですね、スタンプついてると思うんですよ、横にメンバー何ヶ月とか、うんうん、あとはコメントの時に出せるスタンプあるんですけど、はいはいはい、そこで出てるあの僕とか平先生の絵を描いてるのが、はいはいはい、彼女でございます。春増です、はい、ということ で今回も新しく描いてもらったんですよね。そのだからあれは平先生の要望で、あ、そうですね、そう描いてるんで、だから結構なんか漫画のキャラとかね、いっぱい出てる、うんうん、そういうのはダメってことだったんで、いろんなサムネのやつをね作ってもらいまして、はいはい、今回紹介したいと思います。はいはい、じゃあ、まあ、まずパーカーですね、はい、パーカーがチャックありとチャックなし、おー、はい、チャックない方が、はい、お安くなっておりますけど、あ、そうなんだでも多分ね、竹って書かれるんだろうな、あ、そうなんですね、はい、はい、はい、っていうのがありまして、で、他、はい、こちら、お、めっちゃいいじゃないですか。これ何ですか？ハンカチですね。はい、ハンカチーフ、はい、おー、めっちゃいい、はい、これが春増さんの映画が、そうね、ラフな感じの映画が書いてあります。春増、はい、さんのファンはぜひ買ってくださいね、はい、もうこれか、お、めっちゃいいですね、はい、それペンケースですね、めっちゃいい欲しいんだけど、はい、この、あ、はい、ペンケース、あー、ね、使いやすそうですね、はい、バカって開いて、はい、柄もおしゃれですね、はい、はい、で、これがシャーペンですね。シャーペンが2つあるんです、柄が一緒な感じで、これとこれセットで、そうですね、入れられる、使ったらめっちゃ森鉄ファン、はい、森鉄ファン、そうでしょうね、森鉄ファンになる、これでトイック来たらすごいまあでも受かりそうですね受かるとかじゃねえとで、あとこれですね、はい、これはマイバッグ、エコバッグ、あ、そうか、はい、そうそういうやつですね、エコバッグ、はい、基本的に黒と青かな、はい、感じだそうです、はい、というなんでこれにしたのなぜか選ばれたのがこれこれとこれが一番気に入ってくれたのかな、わかんないけど、はい、これは選ばれましたんで、うん、こちらの可愛い、普通に柄描いてもらったやつができましたので、はいはい、中でいろんなの却下されたんだよね、へー、太いシャーペンとか鉛筆とか消しゴムって言ったんだけど、うんうんうん、なるほど、てかこんなラフに撮るんですね、うん、なんか平先生とか鈴湯さんの時は結構バシッて撮るんで、ああ、なんかね、いろいろやってるよね、そうそう、台本用意したりとかさ、あ、そうです、そうです、台本絶対用意しない、あ、そうなんですね、めんどくさい、わかります、折りたたんでみ、あ、でもこれ折りたたみやすいデザインだ、へえ、私の好きな感じの大正解、これか、はい、あったメモパッドですね、あとこれが、はい、じゃあもうなんかこれだけで探偵みたいな、探偵これちゃんとあれがつけるとこが、鉛筆つけるとこある、あ、ほんとだ、これセットで、これそうですね、これ入るのかな、そもそもこれをこうそうやって、あ、こうやって、ね、ちゃんとメモが取れちゃいますね、メモが取れるということで、カードも挟めますね、ここに、お、あとここも収納できる、あ、ほんとだ、そんな風になってんだ、うん見ましたよ、自分のやつ全然、はい、全然興味ないじゃないですか、で、受注期間ですね、はい、ここでしか手に入らない、ここでしか手に入らない限定コラボグッズ、森鉄イングリッシュチャンネルとヴィレッジヴァンガードなんですね、イレバンの7月6日から7月16日までの受注生産となっておりますので、はい、なのでぜひともその期間10日間、はい、はい、忘れない、そんな短いんだ受注期間、忘れないようにしてください、はい、まずプロオーバーパーカー、あ、ね、ジップが入ってないこっちですね、プロオーバーが6700円ですね、おで、ゼップの方がこれが7200円ですね、うんうんうん、これ高っって言われるのかな、はい、かなり高いですねかなり、はい、あ、でも森鉄さんの人気、はい、
ちょっとかなりとか言わない S、M、L、XL があるそうです、はい、それぞれ、はい、素材とこれこちら乗っけておりますので、はい、いい、それこれ続いてエコバッグ、はい、エコバッグこんな折りたためました、ちゃんと、あとなんかこう、もう とってもついてますね、そうなんですね、うん、だから折りたたみやすかったです、はい、の方これ2500円そうですね、はい、で、ハンドタオルって書いてある、これは、はい、はい、ハンドタオルこれが1200円ですね、うん、はい、あ、これ買いやすいですね、はい、そしてメモパッドがさっきのやつですね、はい、これがメモパッド、あ、これ2種類あるんですね、本当は1個どっかに使ってるのが2400円で、ペンケースが3500円で、はい、で、メカニカルペンスとシャーペンが各650円だそうです、はい、はい、もう一体誰が買うんだってめちゃめちゃ叩かれそうですが、はい、一定数の方が買ってくれると思う、そうですね、はい、ファンがいますから、はい、前のね、オリテツパーカー、うんうん、前のデザイン、ヒラさんがやったやつよりはね、ちゃんとほら目立たないようにそうですねしましたんで、ヒラさんやったんですか、ヒラさんがやったのが前にある、へー、どれですか、全然知らなかった、これがね、うん、あ、でもいい感じじゃないですか、それがこれはいくらですか、俺忘れちゃった、いくらだったかな、まあ同じぐらいか、で、これはそう字がでかすぎるやつでいっぱい来て、うんうんうん、で、なんで今回ちょっと字を小さく、そっちはしました、どんぐらい売れたんですか、これは57ぐらいだったかな、うん、確かそれぐらい、まあでもそのぐらいですよね、やっぱだったんで、はい、はい、まあ57チェックから売ってても、まあ結構入りましたけど、うん、まあ今回はビリッジヴァンガードさんのですね、別にお金もそんな入りませんが、はい、これはまあいくらかはね、春巻さんにも、おー、やった、持ってってもらおう、知らなかった、はい、今ありがとうございます、儲けようとか別にないんで、うんうんうん、全然、はい、森哲さんのことが本当に好きな人と私のことが、そうそう、好きな人は買ってください、そう、そういうことです、なんで、はい、ぜひファンにね、応援してもらってください、ファンの人に買ってもらってください、はい、わ、はい、かりました、あとはコンサートの時の物販でそんな、そこまでそこまでやりますいや、コンサートの時の物販とか私まず受注しなきゃいけないじゃないですか、そうそうそう、受注して、うん、で、頑張ってこう売るあ、なるほど、いや、自分のグッズでやるわ、それはまあ、それはそうですね、はい、はい、っていう感じでございます、なんで、はい、本当にこれね、書いてくれたんで、こっちは前の柄ですね、前書いたやつですね、あ、そうだそうだ、うん、これで新しいやつもいくつか書いてもらったんで、そうです、ぜひともね、こちら手に入れていただければと思います、はい、で、結婚はしてません、はい、騙されないでください、騙されないでください、はい、はい、そうです、間違い騙されました、多分もうこの辺までね騙されたっつって人は見てない見てない、ここまで全然、確かにここまで見てない、確かに、ほぼほぼだけグッズの話だから、確かに見てない、はい、平均再生時間1分とかになってる、あ、そっか、悲しい、悲しい、それぐらいのもので、うん、いや、ちゃんと見てください、見て、はい、ここまで見ていただいたらな、に何をするか、何もいや、プレゼントとかってちょっと思ったんですけど、はいはい、そうですね、多分だからツイートとかをね、うんうんうん、ツイートしていただいた方にはこれ抽選でそれぞれあげますので、お、はい、サインも書いて、はい、サイン書けんのかなこれわかんないわかんないわかんないです、はい、それぞれあげようと思いますので、はい、お送りいたしますので、はい、ぜひとも、応募してください、はい、リツイートして、はい、はい、あ、ただあのフォロワーじゃないとダメですので、うんうんうん、ちゃんとツイッターフォローして、ね、フォローとリツイートかな、はい、リツイートして、はい、ください、まあ、できればねコメントとかもいただければありがたいと思いますので、うん、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、天気もごちん、はい、ありがとうございます、これだけで全然大丈夫です、めちゃめちゃ駆け足